ビデオは Linux、Solaris、BSD、Unix および Unix 互換の環境で動作するフリーのメディアプレイヤー。GNOME デスクトップ環境標準のメディアプレイヤーでもある。g ストリーマ Streamer のメディア再生バックエンドとザインのライブラリーを使用することにより、GNOME との強い連携と多くのフォーマットへの対応を実現している。マンドレバリナックスで、 デフォルトのメディアプレイヤーとなってから普及し、GNOME 2.10からは公式に GNOME の一部となった。多くのディストリビューションでデフォルトのメディアプレイヤーとしてインストールされている。DVD、ビデオ CD、CD の再生や視覚エフェクト、CDDB による曲名検索のサポート、解像度変更可能な t v 出力。 リクのサポート、ジノラマによるフルスクリーンモード、デュアルヘッド、ビューポートのサポート、4.0、4.1、5.0、5.1チャンネルサラウンド及び AC3 パススルー出力など多くの機能を備えている。また、シーキングや音量の操作、ドラッグドロップによる曲順並べ替えといった優れたインターフェースを持っており、繰り返し、シャッフル再生、 プレイリストの保存といった特に音楽プレイヤーとしての機能に長けている。モジュラ用プラグインもビデオの特徴の一つで、ビデオを標準のメディアプレイヤーとしているディストリビューションは大体この文字ラプラグインもインストールされている。そのため、これらのディストリビューションではソフトウェアを特に追加しなくてもブラウザ上でのストリーミングが可能である。ありがとうございます。